ウェットで、で予報だとあと数分後にね通り雨があるんだよね。それちょっと注意しないといけないよね。あー砂利とかすごい。いやウェット怖えな本当ね。注意してこう、ほら葉っぱが浮いてんだよ。この葉っぱがこれは滑るからね。注意しながらね。ヘアピンが多いからね、うん、すぐつるっていっちゃうからねこれね。うわ怖いの本当。ツーリングタイヤだからねこれね。先で葉っぱがねどうしても浮いてると怖すぎるよ。いや内側のこの苔がさ、苔も怖えな本当に。あと白線ね、こんなヘタレな走りでね、ほんと。エンジンブレーキを対応してね、いけないと。だらすぎんなこれな。本当許してください。ウェットだとねどうしても、あと葉っぱがねあるともうつるんでいっちゃうからね。そう寒いからねどうしても曇るのよ。お、日が出てきたけどね、もうそんなのは走りに集中しないと、もう浮かれてるとすぐつるんでいっちゃうからね。ウェットの椿ラインって来ないからな。ね。この緑の矢だよね、これね、なんか滑れそうで。
葉っぱ向いてるよ。あ、ライダーさん来てるね。寒すぎてシールドが曇る。辛すぎるよ本当に。まあね、安全運転でね、本当怪我する方がバカなんでね、ゆっくり走って、ね、安全に、ね、無理してね事故ってもしょうがないからね。滑ってそうな、あれが今のさ、あんなスピード出して滑ったらこっち命ないぜ。で、この先にあるね、ギャラリーコーナーがあるんだけど、あそこでちょっと、あそこまでちょっと撮っていきます、このダラッと。あそこまで撮ってって、その先大観山どうしようかな。パスしようかな。あんま面白くないもんね、あの、天気がどうしても悪いとさ、景色も悪いし、なんか、雲行きが怪しくなってたな。雨雲レーダーでね、もしかしたら雨降るかもわかんない、この後。ね、もうちょっとで、霧のゾーンに入んな、これ。あ、上の方な、ガスってんな。まあギャラリーコーナーでねえ終わりたいんだけど、ちょっとあんまいない方がいいかな。こう一気に足の子の方まで行っちゃうかな。ね、怖い怖い怖い。あ、ガガガスってガスってきた、怖いよこれ。うわ、ガスってるよ。まあ、ロングツーリングね、北海道ツーリングとか言ってよくある。もうこのね、もう雨で、もう移動があるんでね、フェリーの時間とか。ね、それでこう、ギャラリーコーナー誰もいねえよ。誰もいないね。いいや、そこも行っちゃう。いや、一旦だらっと、あそこまでね、向こうの、大観山の方で、行きたいと思います。あいにくね、あれなの、雨は降ってないからね、いいんだけど、この寒さがね、本当申し訳ないけど、この間ね、ベリスのね、インプレッションでね、グリップヒーターやればなんかつって言ったんだけど、今ね、使っちゃってる。寒くてね、すっごい、やっぱこういう時、
わ、助かる。グリップヒーターだからベルシスもね考えようかな。ヒーターグローブヒーターか、あれもありなんだよね。あの充電式のやつね、バッテリー内蔵しててさ、あの3段階の温度調節があるやつ、あれね結構お高いんだけど、あの中華製のがさ結構安いのよ。中華製の燃えちゃうかな、あれね。燃えちゃったら怖いよね、あれね。途中で燃えたっていうかさ、この手がもう火傷しちゃうみたいな感じだったら怖いよね。うわ雪、あ、昨日雪降ったんだけど、ここ、いやよい、脇にさ雪が残ってんだよ。今凍結してないと思うけど、ちょっと怖いなこれ、この先ぐらい。うわ雪が残ってるよここ。あーちょっとこれはスピード出せねえわ。ライダーいないわけだこれね。ねえ、いやこれもねまた寒いわけだよこれ。雪降ったよこれ昨日。間違いないねこれね、昨日だねこれ。ほら脇に雪が残ってんもんよ。こんな日にね椿ラインに来るいない、ライダーさんいないよ。俺ぐらいだね。さっきまあね、すれ違ったけど、うわまだ雪が深くなってきた。これちょっと凍結してたりしたらやだな。これ上にライダーさんいたりね。うわ見えねえ、全然見えないよこれ。よしよしよし、こんな椿はやだな本当ね。ちょっとね落石注意とかさ、これさ、うわ雪が雪が雪がもうね脇にね、あーやばい、いやこれ見えねえ。これ凍結してたらな。うわいべ、今度ね道の方までちょっと雪がね来始めてるよ。ちょっとねこれ動画を撮影しながら、もしね万が一のことがあるかもしれないんで、ちょっとこういう道は走っちゃダメだよっていう注意喚起するような動画になっちゃうかもしれないこれ。これはす、見てる分にはいいんだよねこれね。すごいなんか幻想的でさ、この雪景色がさ、ふらふらね雪がすごいんだけどさ、これ U ターンした方がよくね、これねえ。これ大観山、これあれかな、いないだろこれライダー。やべえこれあれだよ、路面にちょっと雪がちょっとあるよ。やばいよこれ、見えないし雪だし、鼻水が出てくるしさ、
またペロペロ舐めるようだよこれ。やばいこれ。ちょっと中央寄りにね。うわすごいね、綺麗なね景色なんだけど、綺麗な景色なんだけどね、見えないんだよ。これ最悪のコンディションじゃね？本当ね、こうすごいんだよね、景色が。これ全然もう見えない。全然見えない。見えよ、ほら。寒いしね。うわー、やばいよ、これ。怖い。霧と雪のね、このコラボレーションね。これ温泉に入りたいね、これね、完全にこのロケーションね。いや、上からこれ雪落ちてくるよ、これ完全にこれ。うわ、スケッチ持ってんもん、これ。マジかよ。やべ、これやばくね？この先やばいよね。これ、降りてきた方がよくね？これ。ちょっとこれやばいよ、これ。うわ、雪ある。雪あるよ、雪。うわー、うわー、見た今。いやうわぁ、これすごいわ。見てる分にはいいよ。あぁ、やばい。ちょっとね、大観山までね、なんとか行って。うわ、見えない。スクリーンが曇ってね、何にも見えないよ、俺。ちょっと半開きにしてんだけどね、あの、下の方をね。ちょっと、見えねえな、これ。今ね、道路まで、雪ないけど、まあ、反対側からね、さっきライダーさん来たから、まだ行けるっちゃいけるね。うわ、これ、まあ、いい景色は景色いいんだけどさ、うわすごいよ、樹氷みたいにさなってるんだけどね、幻想的なさ、フラフラこうなってるよ、フラフラ。すごい。いやー、これはね、雪だよ。なんとかね、大観山まで行きたい。それからちょっと考えるか。大観山まで行って、生きてたら、あそこってちょっとね、どうしようかな。なんかご褒美としてコーヒーでも自分にご馳走しちゃうかもわかんない、これ。いやいやいや、これ凍結もしそうだよね、なんかどっかでね。やべ、雪が。大観山一応やってみるか。ライダーさん、あ、いるよ。ライダーさんいるよ。まあそうだよな。うわすごいよ、ここ。はい、大観山まで来ました。